ドノハブック秋山古兵は63歳の初春を迎えたお春も23歳になった早いものである新春早々古兵は風邪気味で外出を控えていたが14日になって締め飾りを取り払い 軒場や門口へ削りかけをかけるると、としぶりじゃ、てていいのところへ行ってくるよ。おは柳やぎやひの枝を削りつばなのかたちに作ったものでこれを正月うよ日からはつ日までさ先にかけてゃ気を払い 服を招くまじないにするのが江戸の風習である。昨日、おはるが浅草へ出かけて、削り花とも呼ばれる削りかけを買ってきたのである。古兵は本所の小川総鉄宅へ付き、5を囲み始めたが、二時ほどで、総鉄が約束の往診へ出向くことになり、では、待っておりましょうよ。 と勝ち誇っている古兵に相鉄はいやいや今日は遅うなる明日こちらから金ヶ淵へ参上しようさようかでは仕方もない相鉄宅を出たがまだ空は明るかったそうだ久しぶりに元町へ寄ってみようか元町は 古平がひいきにしている橋場の料亭藤郎の料理人長次と座敷女中のおもとが夫婦になり浅草駒方堂裏の貸しに開いている小さな料理屋である両国橋を渡った古平はゆっくりと浅草へ向かった元町へ着くと長次夫婦が喜んで出迎えた。 階下はとつぼばかりの入れ込みの座敷だがどこまでも小綺れにしてあり席を区切るついたて商事もしゃれた造りだ客が見込みほど入っていたがその中で小平と同年配の老人が木念と杯をなめているのが目についた去年の暮れに来た時も小平はこの老人を見かけている。 背丈が高く腰も曲がっていないすっきりとした体つきの老人だが太い竹の杖をつき担当を束さみ店を出てゆく姿が印象に残っていた小平と老人の目と目があった時老人も小兵を思い出したらしく軽く会釈を送ってよこした古兵もにっこりと会釈を返し 入れ込みへ上がりかけるのをおもとが無理やりに二階の小座敷へ上げてしまったおもと長寿と年始に来てくれた時は眠りこけていてすまなんだい,いえとんでもございませんよ先生下にまたあのじいさんが来ているなはい去年の秋ごろにひょいとお見えになってからひいきにしていただきましてうーんそうかい 見たところは町人でもなしわしと同じような毎日を送っているのではないかないつもお一人でなんですようん黙りこくってお酒を召し上がってうんうんまお一つ小兵へ釈放しながらおもとが「何でも氷の金を貸していなさるとかあの老人がかえはい そうは見えぬがな。私も宿もそう思いますけれど先生いつでござんしたか湯島天神下に住んでおいでの人形師で峰岸又七さんとおっしゃる方この方もよくお見えくださいますがちょうどあのお年寄りと一緒になりました時その時に人形師の又七が表へ。 あの親父がここへ来ているとは思わなかった。あれは私の家の近くに住んでいる朝野光右衛門という金貸しで、いやもう血も涙もないというやつだよ。よくまあ自分の金で酒を飲めたものだ。うーん、驚いたね。あいつが一人でこんなところへ来て、水煮で酒を飲む。うーん。 驚いたねこう言ったそうな。金貸しの老人浅野公右衛門は出がけにじろりと人形師を見たがその時の目つきは「別人のようでございましたっけ?」と思うと「うーん面白そうな老人じゃ。さあ何でございますか?」。一旦いったおもとが、 の素振りへ生のりとみじんしょうがを添えたものと鴨と冬菜の熱々の汁を運んで現れたこのように少しも定裁にとらわれずにうまいものが食べられるというのでこの頃の元町はなかなかどうしてよく繁盛しているのである金貸しのおじいちゃん今お帰りになるところでございますよおおそうか。 何気もなく秋山小平は窓の障子を細めに開け外を見下ろした今しも杖をついた浅野公右衛門が元町を出て駒方堂のそばを表通りへ出て行こうとしているいつの間にか夕闇が濃くなっていたとその時駒方堂の裏にかがみ込んでいた浪人風の男が と浅野公右衛門の後をつけて行くのを二階の窓から小衛が見て「おやどうなさいましたおもとうまそうなものを残念だが明日にしよう」。早くも一部金を置いた小兵があっけに取られているおもとを尻目に絵下へ駆け下りていった。